イボウキクサは、ウキクサ赤の青ウキクサ属に属する水草の一種であり、水面に浮かんで生育する。海面上の不能が発達して養状体の裏面が、膨潤している。ヨーロッパなどに自生しており、日本にも気化している。水面に生育する浮遊植物であり、養状体と一本の根からなる。養状体は普通左右不相性の高等乱形。 1 8 x 0 8 6ト、mm、ル、不明瞭な三号脈があり、海面上の不能が著しく発達して里面が膨潤している。養状体の表面はやや光沢がある緑色、時に赤紫色の反紋があり、里面も赤色を帯びることがある。各養状体の里面からは一本の根が水中へ伸びており、根の先端は二分頭、根棒は、 長さ0.6から1.8ミ、mm、リメートル。洋状体の基部側面から新たな洋状体を形成し、出画状に増殖する。普通に4個の洋状体がつながった軍隊を形成している。9民目は形成せず、洋状体のまま水面上で越冬する。1A 水面を覆う、洋状体1ビット、洋状体表面 1C 側面と、里面下記は5から8月、開花率は、 比較的高く、養状体の側面に、微小な花をつける。花は2個のおしべと1個のめしべからなる。めしべの花中は、長さ0.05から0.1ミ、mm、リメートル、脂肪は17個の肺脂を含む。果実は0.6から 1.0x0.8 から1.2ミ、mm、リメートル、翼があり、15個の種子を含む。種子は、楕円形、長径約1ミリメートル、 86本のあばらがある。染色体数はニエヌイコール40、50、70、80。水面を覆う。イボウキクサヨーロッパから西アジア、アフリカ、南北アメリカに分布する。イギリスなどでは、よどんだ水面を覆う水草として最も普遍的である。日本では1974年に初めて確認された。本州と四国の一部に帰化しており。 地域によっては多い。ため池、水路などに生育する。イボウキクサは他のウキクサ類と同様、繁殖力が旺盛であるため、様々な応用が研究されている。例えば、ティラピアなど有用魚の餌として、イボウキクサを利用する研究がある。また、イボウキクサの存在によって細菌などによる排水中の有機物分解が促進されることも報告されている。さらに、 イボウキクサは、毒性試験のモデル生物としても利用されている。ありがとうございます。